ファーストキスストーリー2あなたがいるから4回目。前回からの続きです。現在5月15日の朝。ちょうど起きたところですね。朝一に特別講義があった。どうしようか。こんな選択が、行かなかったらどっかで会えるとか。いやでもそもそもあの子も学生だよね、姫野ちゃん。まあ、ちょっとこの選択はよくわからん。学校は行こう。頑張っていくぞ。それに、つよしに会っといた方が、つよしって姫野ちゃんのファンだから、なんか情報くれたりするんじゃないのかな。あ、これまた。いい記録が出そうだ。この前は変なやつが来たけど、いや、気にしない。ものすごい速さで追い抜いたからね。で、また今も走ってる。俺が尋常じゃなく速いっていうね。また抜かれた。二度も抜かれるなんて、そんな。またあいつ。これはこの子の素人じゃないのかも。出会いイベントって感じになるのかな。いや、オリンピック選手かもしれない。そうじゃなきゃ。ただ早く学校に行こうって走ってるだけなのに。なんとか間に合った。チャイムの音変だよね。チャイムの音気持ち悪いよね、これ。なんかピャオンピャオンピャオン。朝一番の特別講義はつらい。剛のやつ今日は来ていないのか。カナいないのかな。カナ昼からワッと。カナ会いたいな。あ、エルクル。え、エルクル、エルクルにしか行けない。行くか。少年ジャガジン。いろいろ混ざってんな。バイト情報誌をチェックして、あとは何か役立つ情報が載った本を探そう。ジャガジンいいね。サバイバルテク公演編に都会でアウトドアか。最近は何でも出てるんだな。あ、出た、パープルだ。どんな本を読むんだろう。なんか興味が湧いてきた。見に行ってみるか。この子 CG 多いよね。なんだろう、かわいい。パソコン関係の、パソコン関連の本か。それも改造やハッキング系。難しいやつだ。パソコン相当詳しいんだな。メガネっ子だし、頭も良さそう。メガネっ子だしって。そうだ、声をかけてみよう。君、ユーミちゃんだっけ。パソコン詳しいんだね。お、私の名前を。ごめん、驚かせちゃったね。インターネットカフェ IT のスタッフさんからユーミちゃんとだけ聞かされててさ。そう、俺実は今 IT でバイトさせてもらってるんだ。それでたまたま君の名を。結構よく会うし、俺もモバイルを持ってるんで、わからないことがあったら教えてもらおうなんて思ってたから。ソフトは使えても中身はよくわかんねえんだよ。俺、エスケ大輔、秋月ダイガースの3年。スムーズに喋れなくてごめん。君は？いつもそうやって女の子に声をかけてるんですか？おお、ゲーム実況を始めてこの6年間ずっとそうやって声をかけてきたよ、俺は。この夏で6年 ?7 年 ?6 年 どっちだ ?6 年か7年か。それぐらいになっちゃう。もうずっとやってんだよ。ジャスティス学園をやり始めたあの時から俺は変わっちゃいねえよ。あなたに答える必要はないですが、こう何度も会うのも確かに何かの縁かもしれないですね。これこの子が俺をつけているんじゃないかって前回思ったけど、やっぱ違うな。つけてんのは占いの子だな。その手の類の迷信はあまり信じませんが、私は石川優美。どうせあなたのことだから、ここで黙っていてもそのうち IT で聞くでしょ。そんなことあるかも。覚えてないようなので言っておきますが、公園で行き倒れていたあなたを見ていた一人です。ああ、そうだよね、最初あったよね。道理でどこかで見たことがあるかと。その説はありがとう。君は命の恩人。こうして生きていられるのも君のおかげだよ。大げさです。写真における過度な表現の使用は誠意の信憑性を損ないます。
あなたの人格そのものも疑われます。めちゃくちゃ言うなこの子さっきからなんかとっつきにくいけどとても真面目な子なんだろうな。それにしても今見てた本パソコン関連でも難しい部類だよね。さすが百合ヶ崎女子短大附属、頭いいんだ。以前もそんなこと言ってましたね。私の高校がわかるというのは制服マニアか、うん、うちの生徒と付き合ったことがあるということですか。いや俺はそよ校にしか興味ないよ。マニアでもないし付き合ったこともない。百合ヶ崎は名門で有名じゃないか。考えすぎっていうか警戒しすぎだよ。あはは、本当のことを言うと姉貴が一時通ってたから知ってたのさ。そう。ところで最近俺のモバイルの調子がちょっと悪いんだけど、時間ある時でいいからよかったら見てくんない。なぜ私がさっきまで名前すら知らなかった人のパソコンの調子を見そりゃそうだすごいガンガン入っていくな懐にと思った。それはそうなんだけど、モバイル端末には興味があったので、もし何かあれば相談してみてください。あーでもちょっと出れてんのか。本当にすげえ助かるよ、ありがとう。じゃあ一応俺のメールアドレスを教えとくから、何かあったらいつでもメールちょうだい。君のは。私があなたにメールアドレスを教える理由がありません。何かあった時にはこちらからメールします、うん、ではそうだよね、じゃあまたよろしく。取り尽くしなのない子だ。なんかその各々の登場イベントがすげえしっかり描かれるのね、このゲームはね。寝る前に本日のメールチェキ。お来た、本命来た本命。またデートのお誘いしてくれていいんだよ。姫野ちゃん来ましたね。忙しいはずなのにマメにメールをくれるなんて嬉しいな。最近とっても、私ね、大輔さんと知り合えてなんだか最近とっても楽しいんです。だって大輔さんって私に自然体で接してくれるんですもの。直接話すのは恥ずかしいのでメールにしちゃいました。またメールしますね。何この可愛い、寝る前に書いた恥ずかしいメールいいね姫野ちゃん。姫野ちゃん来とるよ。だいぶ自然体か、意識したことなかったけどな。だから自然体なのか。最初に姫野ちゃんがアイドルだって知らなかったせいか、アイドルと知ってからもなんか普通の女の子って感じが強い。アイドルの姫野ちゃん、普通の女の子の姫野ちゃん、どっちも姫野ちゃんだもんな。おっと、返事のメールを出さなくちゃ。自然体だなんて俺はただ、アイドルでもそうでなくても姫野ちゃんは姫野ちゃんだとそう思っているだけだよ、と。イケメンの返信だね。ん？これアイコでしょ、また。まただ。アイコだ。私はアイコ。私の運命を変えてくれる人はあなたじゃないの？これもおそらく、俺の勘では、占いの、ね、前回あったあの占いの子じゃないかと思ってるんだけど、怖いな。ストーキングしてきてメールガンガン送ってくるって、どういう子なの？いやいや、メールはしない。ここはする。やっぱりなんか怖いこのメール、むしむし。うん、少なくとも姫野ちゃんルートには全く関係ないだろうから、行こう。16日、朝だ、起きないと。今日も朝一の特別講義がある、どうしようか。これ昨日行かないだったら何だったんだろう。いや、行く。うん。で、走る。走っていく。遅れる、遅れる。スクランブルダッシュだ。で、また追い抜くから。今朝も絶好調なんだけど。これ、嫌だろうね、この子からしたら。また、あの変なやつ来ないだろうな。さあ、気を取り直して。変なやつ呼ばわりだからね。すげえ勢いで走ってくるやつ、毎回。これで3回連続だからね。私を抜くな。お、来た、本気出してきた。ちょっと待ちな。なんだ、俺急いでるんだけど。あんた、いつかの生き倒れ男。そんな風に言われてんの
行き倒れ男。あ、そうか、君はあの時助けてくれた一人だね。あんたに聞きたいことがある。まだ、そうか、自己紹介もしてないのか、この子は。あんまり時間ないんだけどな。でもその前に名前ぐらい教えてくれないか。俺、伊助大輔、秋月私立大学の3年だよ。そろそろ喋れなくてごめんよ。小早川蘭、そよ風高校の3年。そよ高かい。いいね、いいね、そよ高。そよ高か、俺も5年前短い間だったけど通ってたんだ。じゃあ君は一応後輩ってわけだ。それで聞きたいことってなんだい、なんちゃん。なれなれしいよね、いきなり。まあいいか。それより、あんた陸上経験者なんだろ。いや俺でも好きだな、俺ランちゃん。なんか走れるんだ。ボーイッシュな感じで好き。ん、違うよ、陸上経験はないけど走るのは得意なんだ。陸上経験がない、そんな嘘だろ。信じられない、間違ってる。自信を叩き折っていく。あの、話が長くなるようなら、そうだ、このカード渡しておくから、そこに書いてあるアドレスにメールをくれよ。また女の子をサクッと口説いて。ま、間違ってば、こら逃げるな。でも足は俺の方が早い。なんなのこの天部の際は。なるほど、これでランちゃんと知り合った。何はともあれ、今日の出席で特別講義の分の単位は習得できた。もう明日から早起きしなくていい。ってこれじゃあ俺ダメ学生みたいだ。しっかりしろ。さて昼からはと。お、秋月駅か、アプリコット。アプリコット初めて出てきましたね。ゲーセンね、ゲーセンのアプリコット。じゃあちょっとセーブして、アプリコット気になるなぁ。アプリコット、いやでも姫野ちゃんいるかなぁ。姫野ちゃんか一作目キャラがいてくれたら俺は嬉しい。駅。まぁちょっとアプリコット行ってみます。ゲームセンター。でも5年も経ったからなぁ、お前かい。おめえかい、ゆうみちゃんでした。今は私服だけど、ゆりがさきの生徒が入っても平気なのかな。ゆみちゃん入りにくいの、一緒に入ろうか。あなたですか。入りたくて覗いていたわけではありません。うん、興味がなければ覗きはしないだろう。いやでもごめんなさい、ちょっとこれやり直そうか。駅の方に行ったら姫野ちゃんいるかな。ゆみちゃんイベントはゆみちゃんルートで見ます。じゃあここ16日、あーそっか、駅だったか。お、なんかすごい賑やかだぞ。俺がまだ小さい頃は一通りもこんなにぶつかるほど多くはなかった。それほど時間が流れているってことなんだろうけど、正直なところこれ以上増えてほしくはない。あ、すみません。あ、気をつけろよ、よそ見して歩いてんじゃねえよ。あ、お、お、お、あー、この子か。ごめんなさい、あまり歩き慣れてない。占いの子だ、愛子ちゃん。お前だろ、愛子ちゃん。田舎から来たおのぼりさんなのかな。何か見ながら歩いてるし、かわいそうだけどこの人混みじゃな。これはじゃあどっち行っても変わらないか。あの子どこかで見たような、気のせいかな。確かにどこかで誰か探しているのか、何かを見ながら調べている。まあいいや、俺もこうやっていつまでもフラフラしていられない。ちゃんとした目標を見つけなきゃ。ここからは、あ、これからしばらくは一人で生きていかなきゃいけない。負けいられないぞ。出雲。劇団出雲。え、京子ちゃんいるかな。京子さん、あ、でも京子さんが芸能界入りをちゃんとしてて、あの、姫野ちゃんとつながりがあったりなんかしたら、それは激アツ展開になるんだけど。でも、あり得るな、普通にな。姫野ちゃん的にもやっぱ、出雲がいいんじゃない？この劇団に通ってるとか？劇団出雲、昔何度か前を通った。ん？あそこにいるの、あ、姫野ちゃん！
姫野ちゃん、劇団出雲で演劇を習ってる。今日はどうしたんですか。これ京子さん出てくるかな。ちょっと散歩、たまに、たまにね、懐かしい場所を歩いてみたり。ここ思い出の場所なんですか。一作目にとっては思い出の場所なんだけど、前を通ったことがあるぐらいで、あの AV T シャツが懐かしいよ。衝撃的だったな。まあ AV というより A ターン A なんだけど。どうかしたの。 AV にしか見えなかったもんな。私の知ってる人がこの劇団いつもの出身なんです。うん、知ってる人。ここでいっぱいいっぱいお芝居のお稽古をして、あ、そして舞台に立てるようになったって。それ絶対京子さんでしょ。その人って先輩か何か。ずいぶん憧れているんだね。はい、憧れてます。デビューは同じくらいだから先輩というわけじゃないですけど。いや、嬉しい。このつながり、姫野ちゃんが憧れている女優が京子さん。年上だし素敵なお姉さんなんです。ドジっ子だけどね。何よりもお芝居が本当に。そのお芝居の練習相手、俺がやったんだよ、公演で。お姉さんか、それはよかった。何がいいんです。いろいろな意味でね。なんか別なこと考えてません。私の話ちゃんと聞いてます。おお、聞いてる聞いてる。お芝居が素敵なんだろ。俺も一度見てみたいな。機会があるといいですね。あ、でも歌は私の方が上手いでしょ。マウント取ってる。一応歌手ですから。あー、まあマルチタレントというかアイドルだからいろいろやってるんだよね、姫野ちゃんはね。歌手が本業か。それで女優もやってって感じで。姫野ちゃんが歌う前のはサイン会の時に買わされたって CD しっかり聴かせてもらったからね。ひどい、買わされただなんて。ね、今の言い方ひどいよね。でも聴いてくれたんですね、よかった。私の歌どうでした。いい歌だね、好きだよ俺。姫野ちゃんらしさが出てるって感じかな。もう聞いてみたいな。そう言ってもらえて嬉しいです。まだ時間あります。もう少しご一緒してもいいですか。うん、もちろんさ。駅の方へ行こっか。ぜひ京子さんのその後について。いやでもちゃんと女優になったんだな、嬉しいな。それはもう暗くなってきたね。なんか一作目のキャラクターが全員ちゃんとハッピーエンドのその後になってるっていうのが嬉しい、すごく。姫野ちゃんは劇団出雲に何か用だったのかい。別に用はなかった。あそこでも意地悪い人いるからな。ただちょっと気分を変えたくて。気分を変えたい、うん、そうだ、ちょっと寄っていこう。何か買い物ですか。いいからいいから。おいどこ連れ込む気だ。また狼になっちゃうのか。ここさ、姫野ちゃんの CD を買おうと思ってね。俺まだシングル1枚しか持っていないから。ああ、そんな無理しなくても。というかそんなにたくさん曲出してんの、姫野ちゃんって。無理してるかもしれないけど CD 欲しいんだ。さすがに全部は買えないけどさ、どれか1枚姫野ちゃん本人からおすすめしてもらおうと思って。どう、確率だろ。すごい夢のようなシチュエーション。これをまた CD ショップに行って本人からおすすめを聞くっていう。それじゃあ姫野ちゃんの CD はっと、ん、ポスターとかディスプレイとかの宣伝はしてないんだね。あ、ここの棚にあります。だそこまで爆売れ中のアイドルって感じでもないんだろうな。まあデパートの屋上で、スーパーの屋上でライブをやるぐらいだもんな。アルバムが3枚。それで、どれがおすすめかな。そりゃ全部おすすめだろうけど。そうですね、これがファーストアルバムで、デビュー曲が入ってます。やっぱファーストアルバムからアルバムから行くべきでしょう。シングルカットされた。あ、セカンド。やっぱりちゃんと聞く人の意見も聞かないと。どんなのがいいですか。
俺サンボマスターはセカンドアルバムから入ったけどって、サンボマスターと姫野ちゃんを比べるのは絶対違うか。え、ああこれは真ん中でいいんじゃない。デビュー曲が聴きたい、姫野ちゃんの一番好きな曲が聴きたい、演歌調の曲が聴きたい、ねえだろそんなの。そんなジャンルじゃないだろ。うん、よし、姫野ちゃんの一番好きな日本語ロックの道と光、世界はそれを愛と呼ぶんだぜを聞かせてください。一番好きなですか。今歌ってる曲も大好きなんですけど、難しいですね。アルバム曲のミューズかな。ミューズ、女神か。ミューズ、アイドルになれた時の嬉しい気持ちと、ミューズ、これからも頑張るって気持ちを込めて歌ったんです。ちょっと待ってね。これ CD2 枚組で、あ、ディスク2枚組で、2枚目が、これ最初にもちょっと説明したいけど、2枚目がね、ドラマ CD とサウンドトラック。うん、あ、ドラマ CD、あ、ラジオドラマ、キャラソンとは違うのか。あ、いやでもキャラソンみたいのも入ってんな。いやちょっとわかんない。ミューズ入ってるかなと思ってちょっと調べてみたんだけど、ちょっと入ってなかったっす。うん、じゃあミューズを聞かせてもらうよ。わかりました。じゃあセカンドアルバムピュアクレヨンをおすすめしますね。ピュアクレヨン、あー、いいタイトルじゃん。それを買って帰ろう。こんな風にピュアクレヨンのミューズね、楽しいですね。あ、私の CD を買ってくれたから言ってるんじゃないんですよ。うん、分かっているよ。本当にあなたと知り合えて急に楽しいことが増えた感じなんです。なんだか照れるな。また機会があれば一緒に過ごせるといいね。でも今日はもうそろそろ帰る時間じゃないかな。はい。おー、一緒にショッピングできた、嬉しい。あ、 CD 何で聞くのかなと思ったけど、そっか、パソコン持ってるからパソコンで聞けるか。寝る前にメールの確認しよう。ミューズ聞こうよ、ミューズ。おっと、ランちゃんからメール、メール早い早い、走るの早い。確か小早川ランちゃんだっけ。果たし状果たし状、伊助大輔度重なる屈辱、それを返すべくあんたに挑戦する。来たる5月19日の日曜日午前9時に河原にて 100m 走の勝負をされたし、小早川ラン。マジか、日曜日。いやでもこれはさ、ランちゃんイベントでしょ。ランちゃんイベントは今は断った方がいいんじゃないのか。朝追い抜いたこと、なんなんだこの子、 100m 走の勝負本気なのか。あー、ここはね、受けないでいっか。ごめんランちゃん、今はいいや。果たし状だなんて、ランちゃんなんだか怖い子だな。関わり合いになりたいような、関わり合いにはなりたくないような。返事のメールを出そう。アドレスはこれだな。勝負を受ける気はない。よし、なんで俺が勝負しなきゃならない、勝手なことばかり。あ、すぐ返信来たよ。メールの返信も早いんだな。ランちゃんから、卑怯者勝負から逃げるなんてあんたの負けだ、この卑怯者。めちゃくちゃ言われてる。これ完全にランちゃんフラグ折れましたね。強烈だな。まあ何と言われようと勝負する気はないんだ。放っておこう。しょうがない。今は姫野ちゃんのミューズを聞きながらね。さあ朝だ、ちゃんと大学に行って勉強しないと。専攻している学科とは違うけど、心理学系の講義って面白いんだよな。なになに、あなたは正義のヒーローです。みんながあなたに感謝しています。その気持ちをどう表してほしいですか。はあ、感謝の気持ちをどう表してほしいか。
うん、当たり前のこと感謝はいらない。当たり前のこと感謝はいらない。気持ちだけで十分。元気。いやー、これ一番下いいね。一番下いいけどダメでしょ。いや、まあいい人、いい人キャラでいこう。当たり前のことだよ。誰かを助けるのに理由はいるのかい。そう、ファイナルファンタジー9自他の精神を貫いていこう。男の生き様だぜ。うん、これからもなるべく出席しよう。じゃあ駅の方を回ってから一旦テントに戻るか。お、なになに、事故か。こんな近くで怪我人が出なきゃいいか。なんかざわついてるよ。どうやら大丈夫だったようだ。マッピルムから大学近くで交通事故っていうのも嫌なもんだ。カナじゃねえだろうな。カナしょっちゅう車にひかれっから。だとしたら綾香のせいだな。ん、前もどこかで会ったような。ああ、びっくりした。この子か。なんかとんでもないところに来ちゃったよ。この子ってもしかして同じ大学通ってる？どうしていきなり車が出てくるかな。僕、嫌な時代だな。嫌な時代。うん、なんだ、誰かさんみたいに一人芝居をしているしって俺か。ねえ、君大丈夫かい？ああ、わ、私じゃないです。惹かれそうになったの、私じゃないですよ。うん。赤くて四角い車が、なんかすごい音して突っ込んできましたけど、私は関係ないですから。死にそうになってんじゃん。思いっきり当事者じゃねえか。そういえば君、この間もぼーっとして駅前で人にぶつかってなかった？なんか特定されるのすごい嫌がってるね。変な子じゃないですよ。思いっきり変な子かも。何にせよ無事でよかった。なんかすごいあの子に似てるなと思っちゃった。ごめん、名前出てこない。あれ、ラブライブサンシャインのルビーちゃんにめちゃくちゃめちゃくちゃ似てるよね。ガンバルビーの子にめちゃくちゃ似てるよね。さっきからもうもうミューズならミューズやらアクアやらなんだ、次は虹ヶ崎の話をすればいいのか。前にいたところはこんなに身近に車が走ってなかったような気がするんで。そうなんだ、こりゃ相当田舎から出てきたんだな。でもまあ信号ぐらいはよく見ておかないと。かなとかって、本当に最近の子は日本語をまともに使えるのか。俺もあんまり人のことは言えないけど、それを思うと姫野ちゃんやななみちゃんはまともだよな。親の教育がいいんだな、きっと。確かにあの子たちまともだなと思う。そういえば君、前にもどっかで会ったことない？占い師じゃん、占い師。あるかもですね。慣れないところでいろんな人に会うから顔とか覚えられなくって。そう、きっと村民人口10人くらいのところに住んでたんだろうな。同じような匂いを感じるんで助けてあげたいけど、あんまり構わん方がいいような危険な香りを俺の本能が察知している。ところで、一つ聞きたいんですが。な、なに？ここって秋月大学ですよね。うん、正確には秋月私立大学だけどね。あー、よかった。前に一度来たことあるんですが。じゃあ全然読めない、この子が。この子はどういうキャラなの？いつの話だそれ。少なくとも俺が入ってから変わってないぞ。もしかしてここの大学の人なんですか？まあ一応。おじいちゃんもおばあちゃんも全員この大学の出身みたいなんですよ。なんか謎だな、この子。あれ？おばあちゃんは違ったかな。はあ、といっても確か同
こと言ってたの。いやいや聞いてないよそんな話。今のところダントツでやべえやつに感じるんだけどこの子。やばい、綾香並みのやつが出てきた。じゃあ私は調べ物があるんで。喋るだけ喋って、何だったのか結局分かんないんだけど。それじゃあ気をつけて。はーい、さよばーい。やばいってこの子。さよばーい。いやーこれは綾香に並んだな。勝手に言葉を作ってくれちゃって、どういう教育されてるんだか。親は本当にこの大学の OB なのか。この子の親のようにはなりたくねえな。やれやれ、さよばーい。さよばーい、いいな。さよばーい、いいね。俺も今回から言おうかな。ご視聴いただきましてありがとうございました。さよばーいって言って終わっていこうかな。恥ずかしい。さあ今日はどこに行こうか。たまにはななみちゃんのところに行ってみるか。いろいろ聞いてみたいこともある。ななみちゃんの出現率が半端じゃないんだけど。あ、こんにちは。こんにちは、ななみちゃん。そうそう、前から一度聞こうと思ってたんだけど、どうしてこんなホームレスの生活を続けているの。ななみちゃんだったら普通に生活を教えても不思議じゃない気がするんだけど。昔、もう、お、今語られるななみの過去。受験やら何やらちょっとしたことが原因で家出してしまったんです。いい気になって出てきたのはいいのですが、世の中のことを何も知らなかった私はしばらく食べるものさえろくになく、ただただ放浪するだけでした。いい加減体力も底をつき、もうダメだと諦めかかっていた私を救ってくれたのが見知らぬホームレスのおじいさんたちでした。おじいさんたちは自分たちの食べ物も大してないのに、弱っていた私を助けようと一生懸命に食べ物を用意してくださいました。ですが私もやっぱり最初は抵抗があったんですね。そんな人たちの施しを受けるくらいだったらこのまま病院に行っちゃった方がいいやなんて思ったりもしました。どうしても皆さんと同じように見られるのが嫌で、私は一人で生きていくんだなんて勝手に決めつけちゃって、この公園で野宿し始めたんです。いろいろ覚悟もしてました。不老者たちに襲われはしないか、野犬に噛みつかれたりしないか、そんな中で眠れない日が続きました。でもなんかここのホームレスの人たちみんないい人たちばっかりなんだよね。実際には皆さんは優しく、むしろからかったりいたずらしてくるのは一般人の人たちでした。あ、おじいさんたちはいつも私を守ってくれていたんです。そんなこともわからなかった私は自分だけで生きてるつもりになってたんですね。後から聞いたのですけど、めっちゃ喋るじゃん、ななみちゃん。私が公園に住むようになった時、公園の管理人さんたちは大反対したそうです。何があっても責任が持てないと。でもその時自分たちが必ず何とかするからと頼み込んでくれたのもおじいさんたちでした。私はおじいさんたちにもう一つの人生をもらったと思っています。なのでその人生を今楽しんでいるんですよ。本当にあの頃は楽しかった。お？アニメ？ここで？よっこいしょっと。おお、ななみさんや。今日は源さんから魚を分けてもらった。成り立ての頃。さあ、おろすのを手伝っておくれ。おろす？はい、おろしました。かわいい。ななみちゃん、魚をおろすっていうのは身を取りやすいように包丁を入れることを言うのよ。あ、そうなんだ。
かわいいな、ななみちゃん。なんかすごいお嬢様みたいな服も着てたね。おろす。魚をおろす。それをわざわざアニメーションで用意してるって豪華だな。ななみちゃん、優遇されてんな。いいおじいさんたちなんだね。そういえば俺はそのおじいさんって方はまだ見てないね。あ、あ、察し。去年、亡くなりました。おばあさんも後を追うように。ごめん。私は、そのおじいさんたちと過ごした楽しかった日々が忘れられず、こうして今もこの生活を続けているんです。うん。分かっていただけましたか？昔話でした。いい話だったよ。人の価値は生活の豊かさで決まるものじゃありません。おじいさんたちはそのことを私に教えてくれたんです。そうだね。そうか、ななみちゃんはいろいろと苦労してるんだな。だからそうやって天使みたいにみんなに優しくできるんだね。そんなんじゃないですよ。そうかな。人のそういうのってどれだけ似たような経験をしてきたかだと思う。俺も見習わなくちゃ。今日はいい話をありがとう。それじゃあここで。はい、それじゃあまた。おー、がっつり話してくれたね。これが謎なのが、そのゲーム的なことで言うと、ななみちゃんの過去の話が今ここで語られたのは、ななみちゃんの好感度がある程度上がってたからなのか、それか必須イベントだったのか、どうなんだろう。今はウィンズしか行けない。こんばんは。ウィンズスクエアで物色。あー、いや、何を食うか考えるか。最近できた天下別品ラーメンのねっとり味がなかなかいける。確か駅の向こう側、大通りを外れた路地裏の方。ねえ、そんなこと言わずにさ、俺たちと仲良くよろしく遊ぼうぜ。荒れてんな、気づきしよう。もうしつこいな。ん？でもこれ今誰だ？あ、違う、あ、占いの子じゃない？今の声。悪いようにはしないってば。俺たちも合意のないお遊びはあんまり好きじゃないんだよね。もう話して、おまわりさん呼びますよ。ああ、典型的な悪役連中だ。俺はまた絵に描いたようなシーンによく出くわしたもんだ。優しく言ってるうちに聞いときなよ。俺たちあんまり素直じゃない子には体で直接教えてあげることもある。おい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 。なあ、親切だろ。虚勢が必要ですね。ちょんぎってやらんとな。おろ、あの子は今朝の連動イベントがずっと続いてる。どこにでもいるんですね。仕方ないな。ちょんぎっちゃう。そうそう、人間諦めが肝心。お、あの技は強いの、この子。ボコ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 っつったけど。すげえ、ポカーン。たくも、これだから古いタイプの男の人ね。強いんだこの子。すごかった、俺の出る幕が全然なかったね。ベタに俺がヤンキーから助けるっていうパターンなのかと思ったけど全然違うんだ。一体何なんだあの子は。何？痛えじゃねえかよこのガキ。また起き上がってきた。やだ、まだやられてくれてなかったの。いや、これはもう劣化の美里を呼ぶしかないですね。美里さん助けて。どこで習ったかは知らねえが、俺様にはそんなやわな蹴りは効かねえな。蹴り蹴ったんだ。足首を持たれてる。今度はお前が痛がる番だ。
どんなセリフだよこれ。お返ししなきゃな。とんでもない変態野郎だなこいつは。バシッピシッ。お、ここは俺が言った。そこら辺にしておけ怪人ナンパ男。あ、ここでこの BGM。 なんだお前は。悪党どもに名乗るならば持ち合わせちゃいねえ。一度行ってみたかったんだこれ。てめえ、女の前だからってカッコつきやがってぶっ殺し。あ、女の前だからカッコつけるんだよ。こらこら無理はいかんぞ。さっきの一撃で関節が外れやすくなってるはずだから下手に動くと激痛が走るぞ。なんだと？舐めた真似しやがって。あの時の綾乃との決闘に比べればこんなもんなんでもねえ。それ見ろ、これでも俺は助けてやったんだぜ。あんたこの声本気出してやってたら今頃とっくに病院か、あの世行きだぞ。何？おや、誰か警察を呼んでくれたんだな。じゃあ俺たちもこの場から退散だ。今こんなところで捕まるわけにはいかねえからな。さあこっちへ早く。はい。いや、かっこいいことしちゃったね。もう一作目からやってきてるから喧嘩慣れしてるから、もうどんだけ殴り合いをしてきたことか。ふう。よし、もうここまで来れば大丈夫。君は大丈夫かい？足の速さにだけは自信があるんです。毎日鍛えてるからね。え、陸上とかやってるんですか？やってねえっつんだよ。似たようなもんかな。いつも時間との新記録の戦いさ。へえ、すごいですね。あ、さっきは助けていただいてありがとうございました。いやいや、こっちこそ驚いた。まさか君があんなに強いなんて。出番なく帰ろうとしたところだったよ。おじいちゃんに少し護身術を教えてもらってたから。護身術？あれはそんな誰にでも教えられる技じゃない。何者だこの子。それにしても今日は朝からよく会うね。まあ立ち話もなんだから、あそこのベンチに座って少し話でもする？え、あ、はい。おう、これでようやくお話が、名前が語られる。私の名はカリンです。多分。多分ってなんだよ。カリン、カリン、カリンじゃないの、カリンなの。カリンちゃん、なんだよそのきっとっていうのは。きっとなんです。ちょっと待って、これヤルドラシリーズじゃないだろうな。そういえば今まで何回か会ったことあるよね。そうでしたっけ。えへへへへって自分のことキットとか言ったり、なんか変わった子だ。笑わないでくださいよ、うん、本当に絶対笑わないでくださいよ。大丈夫、ヤルドラは全シリーズやってきた。合ってた。やっぱそういうことなんだ。どうやら最近何かの事故に巻き込まれたみたいで、昔の記憶が思い出せないんです。記憶喪失のカリン。そうなんだ。なんちって。いや本当でしょう。別に面白い話じゃないからな。やっぱり世界征服を狙う悪の組織の大ボスあたりか、悪大官にしとくんだった。それもそんなに受けないと思うけど。ブーブー。で、少し思い出せたの？え、私を信じてくれるんですか？そりゃ信じるさ。あ、あ、あ、もちろん信じる。本当に嘘だったの？信じない方がいいのかい？
これはでもね、ちょっとかりんちゃんの好感度を上げすぎてしまうのはそれはそれで問題な気がするんだよね。一番上がいいとは思うんだけど、あえて一番下にしておこう。信じない方がいいのかい？いえ、そういうわけじゃないんだけど。だったら堂々と教えればいいじゃないか。君がかりんちゃんか本当のことを言っているのなら、多分それで我々だって気にすることはない。お兄さん、お、めっちゃ照れてるじゃん。だって事実は事実なんだから、だから君は堂々と教えればいい。仮に嘘だったとしてもきっと何か深い理由があってのことだろうと思ったしね。ネタにしてはセンスがいまいちというか、キレが悪いというか。お兄さん。おっと、ごめんごめん、あははは、俺もよく姉ちゃんに言われるから。占いに来てたとっても美人だね。あ、それ覚えてんだ。とっても美人、はて他人では。はっ、キョロキョロ、ブルブルブル、怖い怖い。そんなことより占いってどうして俺と姉ちゃんのことを。まさかあのよく当たるインチキ占い師ってカリンちゃんだったの。インチキはひどいです。よく当たるんだからいいじゃないですか。リアクションがあざといごめんごめん、いや姉ちゃんが本当の修行をしてないって言っていたから。あー、なんか隠してる感じだったんだよね。それもやっぱ記憶をなくしてるから。教室始めたら結構評判になって、もう時間とかも楽だしいいかなって。でもああいうのって何か霊感みたいな能力とかそういう勉強とかあるんじゃないの。どうやって占ってんの。企業秘密ですそうなんだ。そりゃそうか、商売ダメだもんね。ですね。というか記憶喪失なのに大丈夫なの。どうやって暮らしてんの。家とかどうなってんだ。いやあれだよ、知り合いの男のアパートに大体転がり込むから。記憶喪失の女の子ってみんなそうだから。みんなそうだった。みんなそうだった。なんか新鮮です。そうなんだ。そういえばさっき記憶喪失だって言ってたけど、路上で倒れていたところを近所に住んでる人に助けてもらったらしいんです。3ヶ月前そうだったんだ。お、びっくりした。なんだ、モバイル PC か。お、これ俺と同じタイプだ。随分と使い込んでるな。今はもう私にとってなくてはならないものです。今夜の11時前ぐらいだと思うけど。いやー、早く帰んなきゃ。ごめんなさい。家はちゃんとあるんだな。ちょっとやらなきゃいけないことがあるんです。ああ、そうなんだ。助けてもらったのに本当にごめんなさい。続きはまた今度。もう少しの間はたまにですが、この間の商店街で占いやってますんで、暇だったらまた遊びに来てください。ああ、それじゃあすみません。今日はありがとうございました。おお、さっきの連中がまだ近くにいるかもしれない。送っていこうか。大丈夫です。いざとなったら逃げ足も早いですから。なるほど、そうか。じゃあ気をつけて。あれ言ってくんなかったね。さよばい、なんだっけ、さよばい、さよばいだったっけ、なんだっけ、忘れちったよ。さよばいだっけ。謎が多い子、話の内容も漏れてなかったら多分信じてくれないような内容。記憶喪失という割には、今朝は家族がどうのとか言ってたし、あの技だって普通の子が使えるわけがない。アリューっぽかったけど、あれは間違いなくジーヤ直伝のライダ変身術。カリンちゃん、一体君は何者なんだ。おー。
記憶喪失の謎のキャラカリンちゃん、カリンちゃんの登場イベントだったってことね。もうおのおのの登場イベントがすげえ長い。しっかりしてんな。いや、あくまででも本命は姫野ちゃんだから。うん。お、何、今夜7時、夜の7時、空いてる空いてる。お仕事の後オフで時間が取れたんです。会いたいな。テレビアルカディアまで来てくれると嬉しいです。アルカディア買って行ってごめんなさい、お返事ください。お、やった、デートだ。もちろん行くよ。姫野ちゃんはアイドルだから仕方ないか。さてどうしよう。もちろん行く、今から行くよ。もう会いに行くぞ。早速返事のメールを出そう。わかった、必ず行くよっと。お、テレビアルカディア、どこにあんのこれ。テレビ局、俺には無関係なところだ。姫野ちゃんはどこかな。こんなテレビ局の前でいいんすか、会っちゃって。撮られるよ本当に、文春に。あ、一緒にいる女の人、マネージャーさんかな。じゃあ星川さん、今日はここでいいですから。星川さん、ねえ、おっぱいすげえな。家まで送らなくていいの。星川さん、おっぱいすごいことになってるけど。ちょっと星川さん、おっぱいすげえな。今日は一人で帰りたいんです。今までそんなわがまま言わなかったのに。うん、いいでしょう、気をつけて帰るのよ。ごめんなさい星川さん。全然話入ってこなかった、おっぱいでかすぎて。マネージャーさんなら挨拶しておかなくといけないのかな。いや、お、今の俺の立場でそこまでは。あの女の人がいない、姫野ちゃん一人だ、今のうちに声をかけ。ん、姫野、今日はもうアップか。なんだこいつ、一人なら俺たちと付き合わね。なんだこいつ、またすごいの出てきたな。津上さん、すごい髪の色しちゃってんな。リクって呼べよ。なんかイケメン俳優とかそういう感じなのかな、津上さん。リクさん、ごめんなさい、今日は一人で帰りたい。スタッフって感じの見た目じゃないもんね。チャラい俳優とかだよこれ。なら今度付き合え。え、姫野ちゃん、リクのやつ、なんかいっぱい出てきた。いっぱい出てきたんだけど、なんか海、僕のことも氷川さんじゃなく海って呼んでね。あ、こいつらもアイドルグループなのかな、男のアイドルみたいな。でも残念だな、これからホテルのレストランで食事なんだ。一緒に来ればいいのに。姫野ちゃんなら大歓迎。お前も誘ってんな。いや、なんかさっきのチャラいやつよりこういう真面目系の海の方が俺危ない気配を感じるよ。やっぱ人気アイドル、こんないろんなイケメンたちからのお誘いがたくさんあるんだな。いいっていいって、また誘うからさ、その時は断らないでね。それじゃお疲れさん、気をつけてね。え、またちょっと、もうな、どんだけ出てくんの。生意気だよなお前。あ、俺たちがせっかく誘ってんだから一緒に来ればいいだろ。リクくん、ウミくん、ソラくん、でも俺ソラくんはちょっと好き。このぐらいまでやんちゃな見た目してくれてる方が好きだな。ソラくんいいな。ごめんなさい。まあどうでもいいか。じゃあな。ソラくんファッションセンスやべえな。あ、皆さんお疲れ様でした。3人グループ？あれは。姫野ちゃん。いやー、あのアイドルグループより俺を取ってくれたんだね、姫野ちゃん。ごめんごめん、そんなつもりじゃなかったけど。あ、ごめんなさい、私が勝手に驚いちゃったのに。なんか緊張していたみたいだね。今の3人ってすごい人なの？それとさっきの女の人、マネージャーさん？なんだ、見
てたんですか。おっぱいがとんでもない人。え、その通り。さっきの女の人はマネージャーさんです。うんうん。押川さん。押川さん。ずっと私のマネージャーをしてくれてるんですよ。厳しいけどいい人なんです。おっぱいマネージャーすごいな。それからすごい3人はファントムキックオフ。うん、まさか。いやファントムキックオフも知らないんですか。知らないよ、ファントムキックオフ。私ずっと売れてるんですよ。PKO？ PKO 知らないな。略して PKO。 アイドルロックバンドで大人気なんです。アイドルロックバンド。かっこいいし、多方面で活躍もされてて。へー、じゃあ演奏するんだ。ことだけじゃなくて、あの3人スリーピースバンドってことか。知らないんですね。なんだか新鮮で面白い。いや、ちょっとファントムキックオフは興味湧いちゃったぞ。 PKO 褒められてるのか、喜んでいいのか。それで一人目に話してた怖そうな人が、うん、リーダーの津上陸さん。陸。二人目の優しい感じの人が氷川亜美さん。うん。二人とも同じぐらいの年ですよ。海。それから三人目、私と同い年の芦原空くん。空。彼、なぜか私のことをよく思ってないみたいで、ちょっと苦手なんです。なんでだろうね。いや、でも俺空くん推し。空くん、空くん、アルバム買うからね。こっち向いて、こっち向いて。え、それぞれ何の楽器やるんだろうね。空くんがやっぱ、あ、いや、でもリーダーがきっとギターボーカルで、あれかな、海くんがドラムで、この子ベースかな。あ、いや違う、あ、どうなんだろう、詳しく教えて。PKO について詳しく。あ、ボーカルで氷川さんがギター、芦原くんがドラム担当。ベース不在。マジか。おお、ロックだね。ギターとドラムのみで、ボーカル。ロックだね、ベース不在か。なるほど。あ、俺の推しのあれか、海か、空くんはドラムか。へー。以上がファントムキックオフ。ファントムキックオフ。3人とも同期デビューのせいか、私にはよく声をかけてくれるんです。うん、聞いてみたい、ファントムキックオフの曲。やっぱりアイドルにはアイドルの交友関係があるんだね。でもアイドル小田切姫乃はあなたとも友達ですよ。うわぁ、なんだろう、このなんだろう、優越感。優越感が半端じゃない。ありがとう、姫乃ちゃん。あ、そろそろ移動しませんか。ここにいると芸能記者とか来ちゃうかも。あ、でもあの PKO たちなんか絡んでくるんだろうな、きっと。お話に意味もなく出てくるわけないもんね。そうだね、駅前広場の方へ行こうか。PKO 気になる。案外人が多いな、カップルもベンチも空いていない。皆さんデートでしょうか。そうとばかりは言えないと思うよ。あ、姫乃ちゃんの正体バレたりしないかな。正体ってお化けじゃないんですから、気にしすぎですよ。お前は気にしなさすぎだよ。リボンでバレるんだよ。それマネージャー言った方がいいよ。プライベートはそのリボンを外せって言った方がいいよ。姫乃ちゃんに毎日のことがあったらと思うと気にしないわけにはいかない。やっぱり私がアイドルだから、だから気を使ってくれるんですよね。確かにアイドルっていうのは特別だけど、デート相手のことを思って気を使うのは当たり前のことだよ。アイドルだからとか姫乃ちゃんの方が気にしすぎなんじゃないのかな。私の方がですか。気を使ってもらってると思ったら普通に嬉しいとかありがとうとか、それでいいんだよ。どう、嬉しい。なんか説教臭いな。とっても。それなら俺も満足さ。ま、あまり目立つ行動さえしなければ正体がバレることもないだろう。リボンを外せ、リボンを。カップルみたいに散歩しておしゃべりしてですね。そう、自然に、うん、カップル、恋人同士。何か変だよ、姫乃ちゃん。あ、ほら、カップルがキスしている。
ファーストキッス。そんなことしないです。ああ、何勘違いしてるんだい姫野ちゃん。いやらしい子だね君は。あ、そうだ、姫野ちゃんの CD 聞いたよ。いい歌だったよ。噴水のところで座って話そう。なんか怒ってるよ。あ、何これ。俺腹立つな。俺腹立つな。なんだ、俺なんかやっぱこの主人公嫌い。俺なんだろう、1作目の主人公は全然気にならなかったんだけどな、2作目の主人公こいつなんかムカつくな。いやでもまあ姫野ちゃんと噴水の水かけ合いっこ、いや一方的にかけられてるのか、このキラキラしてる感じが腹立つのかな。なんかやだ。冷たいよ姫野ちゃん。今夜は驚かされたり笑われたりしたからお返しです。うん、あははは、ごめんごめん。でもこれくらいで許してもらえるなら安いもんだ。まだ懲りてないんですか。俺キラキラしてんだよ。ひー、もうびしょびしょだよ。でもさ、姫野ちゃんのいろんな表情をもっと見たいんだよ。もう、うまいことばっかり言って。だって姫野ちゃん、とっても楽しい顔を見せてくれるからさ。それは、普通の女の子が当たり前に楽しんでるようなことは、私がしてこなかったから。お、こんなん思ってるよ。それでね、今度ん、あ、ごめんなさい、マネージャーさんからメール。あ、おっぱいマネージャーさんから。名前忘れちったよ、もうマネージャーさんのおっぱいの印象しかねえよ。姫野ちゃん慌てて返信をしている。何か揉めているみたい。揉めている、どうしたの。以前から断ってたあるテレビ番組の出演が決まってしまって。なんかエッチな番組なの。どんな番組？絶対見るよ。あんまり話したくはないんですけど。歌ってバラエティビンビンっていう、バラエティビンビン。それは何？歌いながらなんかしちゃうみたいな、あれだ。なんだっけ、あの人、チュートリアルの、あ、ち、あ、な、違う、な、あ、なんだっけ、手こきカラオケだっけ、なんだっけ、なんかあったよね、なんだっけ。その番組の中で、うん、売れないアイドルを救えとかって失礼なコーナーがあって。あ、失礼だわそれは。売れないアイドル。私アイドルとして売れてるわけじゃ。そんなこと。憧れのアイドルになれてずっとお仕事頑張ってるのにいまいち人気が出なくて。私の所属している芸能事務所はそんな私をもっと売り出そうと、なりふり構わずバラエティに出ろ。いやでも歌一本でやっていくとなると難しいよ。バラエティできないとね。でもテレビババてなんだっけ、テレビンビンだっけ、ビンビン、手こきカラオケしちゃうのはどうかと思うよ姫野ちゃん。一度お仕事をお休みしたから、今回はどうしても断りきれなくて。俺と初めて出会った日か。事務所の考え方もわかるんです。でも私は歌のお仕事でアイドルとして輝きたいのに。事務所、おっと、事務所にははっきり言うべき。気持ちよくわかるよ。わかんねえだろ俺には。どんな番組もチャンスだ。いやー、チャンスだと思うけど、でもこれははっきり言うべきだと思うんだよね。ちょっとわかんないんでセーブしておこう。なるほどね、下品なバラエティ番組にね出されちゃうっていう。正直でも見たいけどね、周知にもだえながら下品な番組に出てる姫野ちゃんを見たいと思っちゃう俺はダメなのかな。まあ上だな、事務所にはっきり言うべきだ、嫌なものは嫌だって。言ってはいたんです。でも今回はもうどうしようもなくて。そうかもしれないけど、それでも姫野ちゃんは正直な自分の気持ちを貫く方がいい。
どうだったんだこれ。ありがとう。話を聞いてもらって意見も聞かせてもらったら少しは気が楽になりました。いや、姫野ちゃん、仕事のことなのに何も知らない俺が偉そうに言っちゃって。そんなことないです。私一人だったらきっとすごく落ち込んでたと思う。笑ってごらん姫野ちゃん、もっと元気出るから。そうですね、アイドルはいつも笑顔です。おー、それでいい。さあそろそろ帰ろうか。ん、お前かい。お前かい。なんか怪しい記者とかにつけられてるのかと思ったわ。強しだったわ。っていうところで、じゃあ今日は終わろうか。今日はもうメールもないか。5月20日。いやー、どうなる。あ、でもちょっと待って、あの最後の選択肢だけ確認しようかな。合ってるとは思うんだけど、他のリアクションをちょっと見たい。あの、バラエティもチャンスだよみたいなのを選んだら、下品な番組にも出てくれたりとか。いや、でもまあ、まあ、大きな違いはないか。一応ちょっと見させてください。気持ちよくわかるよ。どんな番組でもチャンスだ。正直真ん中言われるのが一番腹立つけどな。お前絶対気持ちわかんねえだろっていう。アイドルの気持ちわかんねえだろ。どんな番組でもチャンスだ。エロい番組、ほら、なんか昔あったじゃん。なんかネット風呂、なんだっけ、なんか、あのバスタオルみたいな落ちるやつ。あれでよ。チャンス？野球券だ、野球券しよう。人気が出ればいくらでも歌の仕事ができるし、アイドルとして輝けるだろ。今我慢するべきじゃないかな。でも、だからって。テレビンビンに出よう。仕事は仕事と割り切ればいいじゃない。ああ、でもこれぐらいか。これでまあ話聞いてもらえて。話を聞いてもらって、意見も聞かせてもらったら。じゃあちょっと、せっかくなんで。真ん中の腹立つやつも選んでみようか。俺にはアイドルの気持ちがよくわかるよ。俺も意に沿わない環境にいたからね。周りの連中はいつも勝手なことを言ったり決めたり、俺たちの気持ちなんて考えていないんだ。あれ、これ意外といい選択肢。マネージャーのおっぱい、あの人は姫野ちゃんの気持ち知ってるんだろう。それなのに姫野ちゃんがかわいそうだ。あ、いや違うな、曇っちゃったもんな。失敗だわ、これ違うわ。ありがとう。じゃあいいや、やっぱり一番最初ので進めちゃって大丈夫そうですね。じゃあ、次回はこの続き5月20日からってところでいきますか。まあなんとか姫野ちゃんイベントがあってよかったかな。なんかキラキラして噴水でびしょびしょになるあの CG はちょっと腹立ったけど、いやでも少しずつ仲良くなれてる。もっとね、もっとたくさん姫野ちゃんイベントを起こせたらいいんだけど、まだ最初のそのそれぞれの登場キャラクターのなんか自己紹介イベントみたいのがまだ多分終わりきってないのかな。あ、でもまあ大体終わったのかな、どうなんだろうな。いやでも今回発覚して何気に結構嬉しかったのは、あの姫野ちゃんの先輩が京子さんっていうね、京子さんちゃんと女優として頑張ってるっていうのが分かったのはね、嬉しい。どうしてもやっぱね、一作目のそういうのに反応しちゃうのは最初からやってるから、もうそれはしょうがないですね。さあ PKO も気になるぞ。あいつらどう絡んでくるんだろうな。さあ今回はこの辺でご視聴いただきましてありがとうございました。さあよ、バイ。